こんにちは。ミートです。1950年から始まった F1 グランプリは、これまでに多くのドライバーによる熱い戦いが繰り広げられてきました。F1 に参戦するドライバーは、勝利を目指し、トップチームへの移籍を夢見ています。実際に、レースで勝てるドライバーは、ごくわずかしか存在しません。しかし、レースには勝てなくても、ファンに愛されるドライバーも多いですよね。今回は、そんな中でも一度だけ勝利を飾り、ファンから愛される存在のドライバーをご紹介します。オリビエ・パニス。フランス人のオリビエ・パニスは、1993年に現在の F2 にあたる国際 F3000 でタイトルを獲得し、翌1994年から F1 のリジェからフル参戦を果たします。デビューの年はなんと16戦15完走。初入賞が2位表彰台という新人らしからぬ成績を収めました。そして1996年、世界三大レースと言われるモナコグランプリで波乱のレースを制し、唯一の F1 での勝利を挙げました。その後、ディジェはアラン・プロストにより買収され、そのプロストグランプリで3年ドライバーを務めたが成績はパッとせず、その後、BAR、トヨタに移籍し、10シーズンにわたり F1 に参戦したベテランドライバーです。プロストグランプリ時代にはチームメイトの中野真二さんの冷遇ぶりに心を痛め、オーナーであるプロストに直訴したが改善されず、中野真二さんが F1 を去る時には涙ながらにお詫びをしたといいます。ヤルノ・トゥルーリ。イタリア人のヤルノ・トゥルーリは日本人にも非常に馴染みの深いドライバーではないでしょうか。彼はカートで世界を制し、1996年にドイツ F3 でタイトルを獲得し、翌1997年にミナルディから F1 にステップアップしました。当時のチームメイトは日本の片山右京さんで、いいラップタイムが出ると周囲に、右京が教えてくれた通りに走った、と嬉しそうに語っていたといいます。その後、プロストグランプリ、ジョーダン、ルノーへと移籍し、2004年にはモナコグランプリで悲願の初優勝を挙げました。その年はフェルナンド・アロンソがチームメイトでしたが、シーズン中盤まではトゥルーリがリードする展開だったのです。しかし、急激にチームとの関係が悪化し、日本グランプリからはトヨタに移籍したのです。トヨタではフルシーズンを5年過ごし、2009年の鈴鹿での2位表彰台は記憶に残っているファンも多いことでしょう。その後、ロータスで2年過ごしましたが、ノーポイントで終え、F1 から離れることになりました。トヨタ時代には、侍の格好をするなど、日本人からは非常に愛されたドライバーの一人でしたね。ジャン・アレジ。フランス出身のジャン・アレジがカートを始めたのは、なんと17歳の時です。そしてフランス F3 を制したのは23歳の時という現在の若年化の F1 を考えると遅咲きのドライバーと言えるでしょう。その後、25歳で国際 F3000 でタイトルを獲得し、シーズン途中からキレルで F1 デビューを果たします。翌年は日本の中島悟さんのチームメイトとしてアメリカのフェニックス市街地コースでアイルトン・セナを相手に衝撃のレース展開を見せ、見事に2位表彰台を獲得。そしてモナコグランプリでも2位と、ドライバーの腕が試される難しい市街地コースで結果を残しました。そして1991年に念願のフェラーリに電撃移籍しましたが、当時はアラン・プロストによりチーム状態の最悪だったフェラーリでシーズンを過ごすことになりました。フェラーリ初年度は3度の表彰台を獲得するも、その後は同じような成績しか残せないマシンしか与えられませんでした。そして、1995年のカナダグランプリで悲願の初優勝を挙げた時には世界中のファンから祝福されました。その後、ベネトン、ザウバー、プロスト、ジョーダンと渡り歩き、2001年で F1 を引退しました。ジャン・アレジの奥さんはご存知の通り、日本の女優、後藤久美子さんで、日本とも非常につながりの深いドライバーなのです。なんと、1995年の日本グランプリでは、ヘルメットに後藤久美子と名前を入れていたんですよ。いかがでしたか？この他にも愛されるドライバーはたくさんいますよね。彼らは記録よりも多くのファンの記憶に残っていることでしょうね。また2019年から奇跡の復帰を果たすロバート・クビサもこれまでに1勝を挙げています。今後彼が2勝目3勝目を挙げる姿を見ることはできるのでしょうか。2019年の F1 はいろんな楽しみがありますね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみ。